私がどういうスタンスにしたのか全然わからなくて、そんな嫌なんですか、別の会社を作ってほしいわけが全然なくて、変えたいと思ったら行動するしかなくてさ、から破っていかんと次のポジションっていうのはちょっと行きづらいから行動してください。おはようございます。今回何しに東京に来たんですか？東京ナンバーとコミュニケーションの取りに。何階ですか？8階初めてじゃないじゃないですか。忘れたコミュニケーション取るために東京までいらっしゃったことですか？そうなんでですか？もう喋ることないやんか、普段オンラインばっかりやからね、顔を合わせてちゃんと喋る時間も取らなっていうことで、ちょっとこれから定期的に来ようかなと思ってます。ありがとうございます。おはようございます。面談のやりやすい場所を教えてください。モコモコでしたっけ？モコモコです。喫茶モコモコ。はい、まあ3分ぐらいですかね。キアさん、ワンワン久々ですね。めっちゃ微妙。絶対に食べる。やりますね。はい、どうですか、最初の東急支社って作ったばっかりの会社じゃないですか、うん、例えば今マインドとかリネとかも、うん、私が大阪にいる時に言ってくれたメンバー多かったんです、うん、あと空気がそもそもそういう空気だったんですよ、うん、でも東急支社って新しく作られたから、うん、まずその空気を作る音のメンバーが少なかった、うん、今後変わるかなとは思うんですけど、今のメンバーで今もうちょっと結束力を増えなければいけないんじゃないかなという考えの中で、私がどういうスタンスにしたらいいのか全然わからなくて、みんな、 なんかリーダーだったりマネージャーだったりの中で、私同じメンバーの立場だから、なんか私がちょっと行動した方がいいんじゃないかなと思うんですけど、私ってそもそもあなたの考えがそれだったらそれでどうぞっていう感じなんです。計画悪いかもしれないんですけど、その人生で作ってください。私は私だったなっていう感じです、はい、その中でどう伝えていけばいいのかわからないです。今うちって課題として中間層が弱いというか、で私も多分その中間層かなと思っていて、それからこそこの中間層である私が何をしなければいけないんじゃないかなと思うんですけど、私から先に言った方がいいのか、声かけてくる前に待ってた方がいいのかもわからないので、とにかく何かしたいって言って何かしたい理由は、今のままだと多分東京支社って買わなくなるんじゃないかなっていうのを思いまして、それはしたくないんですね。ですね。あと私が勤めるのであれば大阪を勝ちたいんですよ。これは本当なんですよ。であればまずその組織の仕組みをちゃんと固まらないと、売り上げ客とか全体的に結構弱いと思う。それを強めにしてるためには何かをしなきゃっていう、多分僕自身が動くのがまだ怖いというか、どうしたらいいかって迷ってるって言いつつも、きっと明確には決めててさ、結論も自分で動かないといけないっていうのは絶対にあるわけで、そのまま受け身でおったらいいっていう答えはあまりなくてさ、一番悶々としているのがソフィーだとしたら自分で動かないと。これきっとしがらみになってるんで、東京支社はこうとか、東京支社が大阪に勝てないかとかっていう、東京支社ならではの何かがなんかあるっていうのが俺しがらみになってる。もちろん大阪に勝ちたいって東京支社に売り上げを上げるっていうことはもちろん重要ではあるんだけど、別の会社を作ってほしいわけが全然なくてね、その中で一番じゃあ大阪の本社で経験が長いそのはソフィーか、吉本なわけだけど、2人がやっぱりそこを伝えていってほしい、新しい考え方とかさ、売り上げに関してこうしないといけないみたいなのが東京独自であるからさ、なんか一瞬良くてさ、別に、でその中で大阪やったらみんなが伝えてくれたっていう話なんだけど、東京でさっきやってほしいっていう結構シンプルな話でさ、挑戦しないといけないのは自分が発信するっていう、これはソフィーの中で誰かがやるか自分がやるか迷っているっていう質も、きっともう答えを明確に何が嫌なのかわかんない。そこで東京支社のならではのことは別にいらなくて、同じことをやってほしいっていう、同じマインドを伝えてほしいし、売り上げとか仕事に対する考え方とか全然一緒で、東京支社からするとさ、自分たちの城というか、自分たちで作り上げていくことにきっと喜びを感じてた部分があると思うんだけど、
けど、今多分それ以上に自分ってどうしたらいいんやって迷ってることの方が強いかなって思って、なんかそれ1年やってみていいこともあったかもしれんけど、やっぱり失敗もある。トゥモローゲート自体の考えをみんなに伝達していってほしいな。でそれが分かっているのは吉野の作品だなと思っているので、この中で変なためらいはいらないと思うし、自分が行ったらあかんなと思わないと思うし、これは思ったかもしれないけど、俺やらなあかんと思ってる。遊びですけど次のステップのためにやる、ね、でこれは今期の頭にも言ってたと思うんだけど、リーダーになるとか、これからポジション上げていくにあたってどこなのとか聞いたら、理解はできるんだ、じゃあ次は行動できるんだと、で次はいや世の中のメンバーに伝えていかないといけない、それも東京支社の中では少しできるようになってきた。それはもっとできるようになってほしいし、全体の人気の朝会とかでもそうし、マンスリーとかでもそうし、積極的に出てきてほしいなって思うし、喋る方が珍しいわけやから、その空気になっているとやっぱり負けるじゃん。喋って当たり前というか、もう私は見守るっていうぐらいの感覚になっていかないと、ずっとやっぱり今のままないよ。変えたいと思ったら行動するしかなくてさ、昨日も慢性でも野田ちゃんが言ってて、悩みって結局解決するためには自分が行動するしかないって言うとったのか、まさにそうだなと思っていて、待ってても何も変わんないんで、できるスキルを持っているわけなんで、行動してくださいって、で行動してから、あ、なんか間違ってたら全然いいと思うよ。1年結局は大きくは変わってないんですよ。東京支社の中で少しずつ伝えれるようになってきた。でもやっぱ大きくは変わってないよね、強化している中で。やっぱりそこは自分の中でちょっと一歩進んでさ、から破っていかんと、次のポジションっていうのはちょっと行きづらいだろうな、自分の評価もそうだし、東京支社の空気感もそうだし、全体のものをゲートとしてもそうだけど、初期が動くことにたくさんの価値がある、自分の中でも嫌でないんであれば、そこはどんどん動いていく。で、動かなければ結局さっき嫌なのかなって、だからもう割ってても俺は別にいいと思ってるから、やってみてやっぱり向いてないなと思ってやめてもいいこと、そう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 、もちろんやってないわけではなくてさ、本当に少しずつ少しずつやっているこのスピードとかさ、もうちょっと変えてみてもいいんじゃないかな、何年でも言う気するけどね、なんかストレートで言ったらいいだけなんかな。でも私言葉がストレートすぎるって言うから、いやオフサイトレベルみたいですよね、確かに。あ、それもあります。あと、だから私としては、あ、この人は大丈夫、この人は大丈夫じゃないかもとか、なんか喋るときに人を選ぶんですよ、この前この相談したときに、けどさんは俺は大丈夫っておっしゃってくれたから、なんか一応選ばずに自分の考えを伝えようとはしてるんですけど、メンバーに対しては分からないと思う。でも、それからさっきの言いたこやと思ってさ、結局関係構築話があってさ、関係構築ができているかいないかっていうと、あとはその人自身のメンタルが強いか強くないかっていうのもあると思うが、面談とかでもそうなんだけどさ、うちってフィードバック運動が強いからさ、面談の時に課題でも起きたりに対してしっかりものを言うわけよ。でもそれって向こうからしたら嬉しいって思ってくれることが多いですよ。どれだけ言ってもきっと言ってほしい人が多くて、言われたことに傷つくっていうタイプはすごく少ない、少ない範囲の人がおる中で、そこのいいところを潰すのがもったいないと思ってる。ストレートにもの言われるのがどうのこうのっていう空気感もやっぱいろいろあってさ、人よりここを結構言われるから、まあ、ちょっとびっくりしましたっていう人もおれば、もしかしたら中にほんまに傷ついたっていう人がおるかもしれないけど、俺それ聞いたことないからさ、初期に俺を言われたことでめちゃくちゃ傷ついてます、聞いたことないよね。だから、ごくわずかのさ、10% ぐらいの、なんかちょっと不安意識のために、いいところを出てないともったいないし、X とかでもそうで、ほんまにごく少数がさ、アンチで来るから、いや、もうツイートあんまするのやめときますって言っているようなもんでさ、もったいないやん、それ。むしろ、アンチが来るぐらいのことを言わないと人には刺さんないしとか、その音楽とかでも映画でも一緒で、万人受けするもん作ってもさ、結局は万人受け入れしかないってさ、普通みたいな。けど一部の人にはちょっと暇がいいかもしれないけどさ、それぐらいメッセージに強いことを言うっていうことは相手にも刺さるしさ、称賛されるしさ、これその考えでいいと思うんだけどさ、それができることはするんだよ。俺はあんまりそういうのできなくて、結構もう30から70の間でものを言うんだけど、さっきはもっとここのレンジが広くなってたから、
だからそれできることって俺は才能やと思って、どん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 それを使っていったらいいんじゃないかって多分いろいろ考えすぎたと思うんですね。いろいろ言われたことも、一旦置いといてやってみてもいいんですか。もちろんもちろん。嫌われることあんまり怖がらんこととかね。あ、嫌われるのあんまり怖がらない。他人に傷つけるのが怖いんですか。迷惑かけるのが怖い。でも人格否定するわけじゃないや、別に。人格を否定しますいやね、もう嫌われば別に大丈夫です、仕事の話だ。むしろもっと言える人間が増えたらいいなと俺は思うし、そうしてくれ。久しぶりに来ましたが、ありがとうございます。歓迎してもらって、もっと歓迎してください。はい、お疲れ様です。頼むねー。